どうしよう。あ、美味しい。あ、美味しいね。顔見えてる？はい、オッケー。97点。はい、どうも、始まりました。自分スティーブンチャンネルのサブチャンネルということで、はい、今回何するのかというとですね、タイトルにもある通り、干し芋と、プロテインシリアルを食べてみたー！イエーイ！イエイ！はい、今日はですね、さっきランニング行ってて、で、その後に、接骨院行って、コンディション整えて、で、その後に、買い物しました。はい。まあ、牛乳買ったり、シリアル買ったり、はい。してました、ということで。で、ちょっと思ったんですけど、普通に、こう、食べて、まあ、話す動画も、面白いと思うんですよ、もちろんね。僕がめちゃめちゃ面白い爆笑トークを話して、で、皆さんが笑って、で、まあ、いろいろ食べながら、それ美味しい、みたいな、そういう動画もいいと思うんですけど、今回はですね、別に君を求めてないけど、ってあるじゃないですか、この歌。この歌をちょっと覚えながら、このシリアルとか、干し芋とか、まあ、そういうの食べていって、で、動画の最後にですね、僕が歌っちゃうよ、香水。はい。香水歌っちゃうからね。はい。っていう感じで、このプロテインシリアルから食べますね。なんかね、めちゃめちゃね、ずっとこれ食べたくて、でもね、これね、500円ぐらいすんの、500円。高いでしょ？それでも僕はね、チャレンジするので、これをちょっと今から食べていこうと思います。これなんだっけ？豆が入ってる。豆が。こんな感じで。こだわり3種の大豆がたっぷりっていう、このね、このどれだ？この3種類。黄大豆、青大豆、黒大豆、この3つが入ってるらしいですね。こだわり3種の大豆がたっぷり、丁寧に焼き上げた香ばしい風味と、サクサク食感が美味しい3種の大豆をたっぷり配合って書いてますね。糖質60%、ここにもうプロテイン 23g って書いてるから、ね、プロテイン入ってるのでちょっと買ってみました。どんな味がするのかっていうのはね、はい、今からただちょっと確かめようと思います。牛乳はこれ、いつも僕これですね。無調整 3.7 牛乳。で、こう水を入れて、で、こんな感じ。じゃあ今からこれ食べていこうと思い、まっこり、もっこり。そういう感じか。はい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 。あのね、これめっちゃうまい。いや僕ね、ナッツとか豆系めっちゃ好きなんですよ。で、これ見てもらえばわかる通り、これちょっと、緑色の豆とか黒色の豆とかあるじゃないですか。これが、ちょっとしょっぱめで、すごい歯ごたえがやばいんですよ。プラス、この、小麦かな？この茶色い、サクサクしてるやつが、ちょっと甘いんですよ。で、その、ちょっとしょっぱいのと甘いのが合わさって、プラス牛乳の、その、牛乳がこうなんか、その二つを包み込んでくれる。よってめちゃめちゃうまいっていうこと。はっはっはっは。うめぇ。香水を調べますね、香水。高峰のダイヤモンドのカット技術をその目で確かめてみませんか。いや大丈夫です。あーいいね、この始まりがいいね。始まりが夜中にいきなりさ、いつ会えるのって、君とはないのにどうしたの？あの頃、うん、僕たちはさ、何でもできる気がしてた。歌詞がいいですよね、香水って本当に。海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を。うわ、声がいい。
この震える感じ。ああ、いいね。別に君を求めてないけど、横にいられるとマイナス。君のドルチェ。ここ有名な有名なサビです。どうしたの、いきなりさ、欲しい。もううめえ。これセブンイレブンの200いくらぐらいの、欲しいものなんですけど、めちゃめちゃうまいんで、皆さん買ってみてください。はい。めっちゃうまいです、これ。個人的に、これ甘いんですけど、この辺に画像貼っときますけど、日本代表の、密着の YouTube みたいなのあったんですけど、で、そこでも結構、なんていうんですかね、練習終わった後、選手たちがみんな食べてたっていう紹介があったんで、欲しいもやっぱね、体にいいらしいです。はい。いや、素晴らしい。香水めっちゃいい。この歌を今から僕が歌いと思い、まっこりまっこり。まあ歌詞はね、まあ、本当のこと言うと前からちょっと聞いてて、普通にっていうか、もう有名じゃないですか。これね、多分ね、ミュージックビデオ1億回再生ぐらいされてて、まあ前から見てたんで、もう歌詞はまあある程度はまあ覚えてるんで、まあ、今のはまあ確認っていうことで流してみました。はい。いい感じになんか香水っぽくなってきたね。もうちょっとだからこう、なんか電気をさ、そう、そこで止まってね。ああ、いいじゃん。ああ、いいね。ああ、これもう香水だわ。これもう香水のせいだな。ちょっとイヤホンつけて。今の僕を、クズになった僕を、どう傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、別に君を求めてないけど。本番いきまーす。3、2、あ、始まってんのこれ。ちょっと待って。どうした。始まってた。もう一回いきまーす。あ、ちょっと待って、パソコン今クルクルしちゃって。びっくりした。始まってたの今。ごめんね、ちょっと。大丈夫かな。本番いきまーす。3、2、夜中にいきなりさ、いつ会ってるのってライン。君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す。君のエンバペ、エンバペ、ウォー、エンバペ、エンバペ、ウォー、コースウィのせいだ、ヨン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 。
君に会ってさ、僕は何をうどんふんうんなったね。口先でしか言えないよ、言ったの。いきなりさ、こうなんて加え出して悲しくないよ、悲しくないよ、君が変わっただけだから。でも見てよ今の僕を、グラポの僕を、人に嘘ついて軽蔑されて涙一つも出なくてさ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す。君のユニクロ、ユニクロ、ベイベー、ユニクロ、ユニクロ、ベイベー、コースウィラセイダー、ヨン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 。君をまた好きになる、でもなんてありえないけど、ドルチェ&ギャバナのその悔いが思い出させる。あ、ここ歌うの？マジ歌うの？求めてないけど、横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガッパーニョ、コースウィラセイラよ。別に君をまた好きになる、でない君は素敵な人だよ。